大場景義は平安時代後期から鎌倉時代初期の武将。慶能とも表記。官務兵士支流、鎌倉景正の彦。平成大場氏大場氏は鎌倉慶次が大場三栗を領し、大場慶次を称したことから始まり、景義の父である慶州は、その甥いと言われる。景義は鎌倉慶行の孫で、大場景忠の長子。 あるいは大場慶州の長男とするなど小説ある。相模国大上見クリアの中の懐島里藤本拠都市、江島太郎を名乗りとした。若くして、源の義朝に忠誠を誓う。方言元年の方言の乱においては義朝に従軍して出陣、敵方の源のためともの矢に当たり負傷。これ以降、ここ困難のみとなり、家督を弟の影地下に任せ、 第一線を退いて懐島京に陰性した。自称4年に、源頼朝が挙兵すると、弟の影地下と田をは勝ち、頼朝の帰化に参加。後に、影地下が頼朝に敗れ、囚われのみとなると、頼朝から、除名弾丸をするかと打診されるが、これを断りすべてを頼朝の祭壇に任せたという。その後も早々期の鎌倉幕府において、 長老格として、重きをなした。藤原康平を聖罰する際、頼朝は、後白河法王の院前を得られず苦慮していた。しかし影吉が、欧州藤原氏は、源氏の家人であるので、中罰に、直挙は不要なこと、先人では、現地の将軍の命令が、朝廷の意向より優先されることを主張。その意見が採用された。後に影吉は出家している。 着難の大場経験が後を継いだ。出家の詳細については、東鏡などにわずかに記述があるだけで、今日でも謎が多いが、それによれば研究4年の8月、大場影吉は、同じ相模の有力武士の岡崎義姉と共に、老齢を理由に出家したことになっている。しかしわずか2年後に影吉は、より公の旗揚げより大鼓あるみながら、疑いをかけられ鎌倉を追われ、 憂鬱のまま3年を過ごしてまいりましたと書面を報じ、許されたとある。この時期に影吉らが何らかの事件により失脚した可能性が高いと想定される。ありがとうございます。